バークリウムは原子番号97の元素。元素記号は BK。アクチノイド元素の一つ。超乱元素でもある。安定同位体は存在しない。比重は14.78、有点は摂氏986度。原子化はプラス3、プラス4化。物理的、科学的性質の詳細はよくわかっていない。バークリウムには三つの同素体があり。 結晶構造は、それぞれ六型細密、免震立法、耐震立法である。元素名は、初めて発見された場所の地名に由来する。1949年、アメリカのシーボーグラが、アメリシウム241にアルファ粒子を当てて、バークリウム243を作った。バークリウムは3 2 0日の半減期を持つ。 バークリウム249を目に見えるほどの量を使い、その特徴のうちいくつかを決定した。バークリウムの単体は銀白色の金属であることが判明しているが、結晶構造をはじめとして、物理的性質や化学的性質は大半が推定に基づくものである。バークリウムは高い温度で容易に酸化され、気候物産にも容易に溶ける金属だと思われる。 X 線解説によって、酸化バークリウム、フッカバークリウム、一塩化酸化バークリウム、酸化バークリウムのような、様々なバークリウム化合物が識別された。1962年には、重さ10億分の3グラムの塩化バークリウムが合成された。これは、初めての純粋なバークリウム化合物であった。バークリウムは、他のアクチノイド系列と同じように体内に、 蓄積する。バークリウムは基礎研究以外の基地の用途がなく生物学的機能を持たない。また、バークリウムの放射能は強力で非常に危険である。バークリウムには19の同位体が存在する。質量波には235から254まで。比較的安定している同位体は1380年の半減期を持つバークリウム247。 9年の半減期を持つバークリウム248サイクロトロンで作られ3020日の半減期を持つバークリウム249である。残りの同位体は5日未満である半減期を持っている。また、これらの同位体のほとんどは5時間未満の半減期を持っている。さらにバークリウムには2つの核異生体が存在する。 23.7時間の半減期を持つ248メートル B 系は、角位生体の中で最も長い半減期を持つ。ありがとうございます。